エトラちゃんは見た。私はアカネ、ごく普通の会社員。勤め先であるエトラ商事には転職活動を経て半年前に入社した。まだまだ慣れないことも多くて大変ではあるけれど。お、アカネさん頑張ってるわね。あずみさん、ありがとうございます。アカネちゃん、お土産のクッキー食べる？ゆりちゃん、食べる食べる。会社の人はみんな優しくて親切で、すごく居心地がいい。年が近い子も多いし、お給料も前の会社よりもずっといいし、転職大成功だわ。だけど、やっぱりどこの会社にもトラブルメーカーはいるみたいで。おい、どうなってんだこの資料、こんなの教えてねえだろ。ここは昨日、赤松さんがやった部分で。俺のせいだって言いたいのかお前。いや、そういうわけでは。しっかりしてくれよな。いつまで学生気分なんだか。いや、学生未満、幼稚園児気分ってか。すみません、いや、またやってる。赤松さんはうちの会社にいる厄介なおじさん社員で、日々あんな風に社員、特に男性を理不尽に怒鳴りつけ、社内の空気を最悪にしているのだ。じゃ、その書類は昼までに完成させておけ。あとは俺の得意先にもメール送っておいて。わかりました。何あれ最悪、完全にパワハラでしょ。昼までにってもうお昼時じゃない。あの人が怒鳴り散らすせいで空気も重くなるし、ほんと勘弁してほしいわ。ねえ、茜さん、これからランチに行くんだけど、一緒にどうかしら。はい、行きたいです。よかった。ゆりちゃんはどうする？あ、私はちょっとやることがあるので、それが終わったら合流していいですか？え、待ってるわ。まあ私は直接関わったことないから別にいいっちゃいいんだけどさ。やばいやばい、今日は見たい番組があるのよね。何時？急がないと。赤松さんからメッセージ？なんで？連絡先交換してないのに。もしかしてこの前作られたグループチャットから勝手に友達を追加されたのかしら。怖っ。念のため既読はつけずに中身を確認してから返事を。いやーもう疲れ様。よかったら飲みに行かない？ところで今日の下着の色は何色？やっぱりイメージカラーのレッドかにゃん。気持ち悪い。何これ、意味わかんない。なんでこんなメッセージ私に。私一度も赤松さんと話したことないけど、下着の色にゃん、ありえないありえない、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。あれ、でもこのメッセージ私の名前は書かれてないわ。もしかして誤送信？本当は彼女さんに送るつもりだったとか。まあそれでも気持ち悪いけど、赤松さんに教えてあげた方がいいかしら。いや、やめとこう。あの性格だもの。こんな恥ずかしいメッセージを社内の人間に誤送信したなんて知ったら、どれだけ荒れ狂うかわからないわ。はい、お前、知ったからにはただじゃおかねえぞ。そのうちバレるかもしれないけど、今はそっとしておこう。こうして私は赤松さんから届いた気色の悪いメッセージは見て見ぬふりをすることに決めた。しかしその翌日、赤松さんはさらなるトラブルを引き起こしたのだ。ごめん茜さん、倉庫からコピー用紙持ってきてくれる？わかりました。倉庫って結構遠いのよね。あれは、はーい、ゆりちゃんお疲れ様で、え、茜ちゃんごめん、私もうちょっと。ゆりちゃんと赤松さん一緒にいたの？なんだよ。いいえ別に。ゆりちゃん、かなちゃん、ごめんね、変なところ見られちゃったね。何があったのよ。別に何もないよ。もしかして赤松さんに何かされた？それは。ねえ、私はゆりちゃんの味方だから、泣くほど辛いことがあったなら話してほしいわ。力になりたいのよ。実はさっき、ゆりちゃんも話してくれた。赤松さんからセクハラを受けたこと。今度二人きりでさ、今夜は空いてる？以前から声をかけられることはあったみたいなのだが、今回はさらにエスカレートして。よう、ゆりちゃん。赤松さん、何ですか？なあ、カツラと付き合ってるって本当か？なんでマジかよ、ビンゴだったな。怪しいと思ってたんだよな。なあ、もしゆりちゃんが俺の言うこと聞いてくれるなら、ほんの少しカツラに優しくしてやってもいいぜ。どういう意味ですか？おいおい、言わせないでくれよ。わかるだろ、大人なんだから。私、戻ります。ああ、かわいそうだな、カツラ。今日も休みなく働かされるんだもんな。まあでも仕方ないよな、あの部署の最年長は俺なんだからな。今日もたんまりと仕事を持ち帰らせるとするか。
やめてください。脅しているんですか？人事部に相談しますよ。怒った顔も可愛いな。固いこと言わないでさ、ほんのちょっとだけねえ。気持ち悪くて耐えられなくて。ひどすぎるわ。こんなこと誰かに相談した方が。そう思ったけどきっと無駄だよ。あの人はこの会社のベテラン社員だし。何か証拠でもあればいいんだけど。待って、あるかも。え、私証拠持ってる。セクハラね。はい、これが証拠です。やだ、何これ、気持ち悪いよね。入社して間もない私にもメッセージが来たぐらいだから、他にも被害者がいると思うんです。私も前にメッセージが来てました。怖くて読む前にトークを消してしまったんですが。直接被害に遭った子もいるみたいなので、さすがに見過ごせないかと。なるほどね。よくやったわ、あなたたち。お手柄よ。え、どういうことですか？実は、赤松に関してはパワハラの訴えが以前からあってね。だけど、なかなか証拠をつかめなくて。会社としては、決定的な証拠がない以上動けないのよ。次郎です。社内で怒鳴りつけたりしていたとしても、赤松に指導の一環と言い切られたらこちらとしても強く出にくいの。そうだったんですね。ええ。だけどセクハラの証拠があるのならそちらから対処できるわ。あなたたちのおかげよ。ありがとう。ここからは私たちの仕事だから任せてね。はい。ゆずりはさんの言葉通り、それから1週間も経たないうちに赤松は懲戒免職となった。これでやっと完全に平和な職場になったのである。めでたしめでたしとなるはずが。それから数日後の朝のこと。おはようございます。って、え？おい、お前だな。何ですか？なんで赤松さんが？お前だろ、俺のことを人事の女に作ったのは。やめてください。ちょっと、話してください。え、なんだお前、お前の関係ねえだろ。関係あります。大体なんであなたがここにいるんですか？クビになったはずでしょ。反論しに来たんだ。こんなの不当解雇だってな。不当解雇？あれだけ好き勝手しておいてよくそんなことが言えますね。なんで文句あんのか。こいつみたいに色気づいてまともに仕事もしないやつに比べたらよっぽど真面目だろうが。ゆりちゃん、くっけね、手が滑った。悪い悪い。あんたね、許さないわよ。ん、なんか言ったか。今日もお疲れ様。よかったら飲みに行かない？下着の色は何色？やっぱりイメージカラーのレッドかにゃん。え、聞こえませんでしたか？赤松さんが私に送ってきたキモいメッセージ。もう一度言いますね。今日もお疲れ様。よかったら飲みに。おい、待て待て、やめろ。え、何か問題があるんですか？別にこのメールはやましいものじゃないんでしょ？だって解雇は不当なんですもんね。セクハラでも何でもないんだから、誰に聞かれてもいいじゃないですか。赤松さん、やばいね。今日もとってもキュートだったよ。プルプルのリップ見とれちゃった。君の足はどうしてそんなに美しいのかにゃん。僕ちゃんを踏んでくださいにゃん。まだまだあるけど聞きたい。やっぱり私以外にも送られてたんだ。何のつもりだ。それはこっちのセリフよ。なんで解雇されたあなたがここにいるの？それは解雇を取り消してほしくて。どの口が言ってるの？年ばっか食ってろくに成果も上げないくせに、後輩にはハラスメント三昧で脅迫までしてたんですって。そんなクズ会社に残すわけないでしょ。それは、その言い訳は無用よ。もうすぐここに警備員が来るから。当たり前でしょ、あなたは部外者なんだから。こうして赤松は警備員に連れて行かれた。ゆずりはさんの話によると、私が証拠を提出したことによって被害に遭った女性社員たちも次々声を上げたそうだ。メッセージを受け取った人たちは私同様見て見ぬふりをしていたり、対応してくれなかった場合を恐れて言い出せなかったらしい。何これ、誤爆？夜のお店の小宛かな。実はこの前飲み会で。これを機にパワハラを受けた男性社員たちも含め、彼女たちの中には赤松を訴えようと考えている人もいるとのことだ。慰謝料や示談金なんかで貯金は底をつくだろうし、最悪借金もありえると思うわ。それにあの人の職種ってかなり特殊だから、再就職は難しいんじゃないかしら。専門部署を構えてるのってこの辺じゃうちの系列だけだし。お先真っ暗ってやつね。どん底ですね。
その後ゆりちゃんとカツラさんはというと、僕のせいで辛い思いをさせてごめん。もっと早く会社に着いてたら。私こそ相談すべきだった。ごめんねカツラくん。さらに仲を深めることができたらしい。それからしばらくして、あかねさん、よかったらランチ行かない？ゆりちゃんから報告があるみたいなの。え、報告？実はその、え、やだ本当に？行きます。詳しく聞かせて。私もご一緒していいかしら。ゆずりはさん、ぜひ一緒に行きましょう。赤松騒動も収束し、今ではすっかり平和な職場となっている。ご視聴いただきありがとうございました。自分のしたことが不当解雇じゃなかったとしたら、じゃあどういうことをしたら不当なのか聞いてみたいものですね。何にせよセクハラ、パワハラ、さらには脅しまで、自分以外の社員に対して悪影響しか及ぼしていないんですから、当然の対応だと思いますけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。